今月のラジプリのエンディングテーマ、手塚国光&真田源一郎が歌うゾウさんのスキャンティーを聴きながらエンディングのお時間です。はーい、はーい、池本さん楽しかった。もう罰ゲームでそこまで言ったら罰ゲーム。竹本さん楽しんでいただけましたか。10回言って言って せーの、竹本さん楽しんでいただけましたか。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 竹本さん楽しんでいただけましたでしょうか。はい、何秒、はい、何秒、17秒おっそやる気ないんか。おっそいな。あーダメですね。告知させてもらっていいですか。あ、そうですね、告知なくなりました。時間的に、はい、ゲームでもなかったので、次回の臨海キャラの11月7日8日にボイスフェアって青根がやります。はい、見に来てね。はい、内幸い町ホール11月7日8日ね。はい、はい、はい、あ、次回もですね、1回のキャラを演じている方がゲストです。そうなんだ。はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。おはがきの場合は郵便番号105-8000に文化放送テニスの王子様オンザレイディオプレゼリーの係までお待ちしております。はい、メールでもお待ちしておりますよ。アドレスは、はい、テニプリアントマーク JOQR ダブルジョネイシャめちゃめちゃすごい机が動くさらわれたよ今さらわれるやろこの机ボケ大丈夫かお前さらわれるやろはーい。あ、はいはい、ラジプリ中央委員会では、はい、ボンケパイに関するメールを送ってねって、そこまで読め。ボンケさーん、はい、ボンカサイに関するメールを送ってください。はい、今週のオンザレイディオはこれにておしまい。おいた、小野さん、正人、中井幸子と竹本英二でした。来週も見事だな。スタートどんなやつだ。1ヶ月ついていけるかな。桃城に負けないように頑張ろっと。よいしょ。テニスの王子様オンザレイディオ、この番組は TY エンターテインメントの提供でお送りしました。 TY 最後の